九州の各地で緊急安全確保が発令されています。九州の各地で緊急安全確保です。新たに宮崎県の三股町、そして鹿児島県の阿久根市に緊急安全確保が発令されています。緊急安全確保を発令されているのが鹿児島県や宮崎県となっており、鹿児島県内は阿久根市、出水市、西之表市、日置市、そして宮崎県内は都城市と三股町に緊急安全確保が発令されています。緊急安全確保というのは警戒レベル5段階のうち1番上、警戒レベル5にあたる情報となっています。すでに大規模な浸水など災害が発生している恐れがあります。周囲の状況を確認し、できるだけ命が助かる可能性が高い行動を取るようにしてください。そして今後の台風ですが、現在12時推定では屋久島付近に位置している台風14号、大型で非常に強い勢力です。北北西に時速 25km で進んでおり、中心気圧は 925hPa、 最大風速 50m、 最大瞬間風速 70m となっております。今後北上していきますので、さらに九州の北部などでも影響が大きく出てきそうです。大雨、暴風、高波、高潮などに厳重な警戒が必要となります。避難をする場合は早めにお願いします。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースでもご確認いただけます。ぜひご活用ください。